かなたくん、今度の中間テストの勉強、ちゃんとしてる。ああ、猫か、してるわけないだろ。だと思った。もう、ダメだよ。かなたくん、中学生になってから全然勉強してないでしょ。1学期の成績も良くなかったんでしょ。後で困るの分かってる。うるせえな、母親みたいなこと言いやがって。あのさ、もしね。嫌じゃなかったらでいいんだけど、わからないところは私が教えてあげるから。うちで勉強会とかしてみるのどうかな。ほら、テスト期間で部活もないでしょ。だから、もし暇だったら。そうだな、猫は頭いいし、悪くないかな。あ、だけど、猫はいいのかよ。俺が一方的に教えてもらうばかりになると思うよ。いいの、いいの。人に教えるのってすごい勉強になるし。そっか、じゃあお世話になるかな。猫の家でいいの？ぶ、私の家でいっかなって思って。図書館とかより気兼ねしなくていいでしょ。わかったよ、今日の放課後でいいの。直接行っていい？で、ちょ、待ってよ。準備があるから。こっちにも準備があるから。なんだよ、別に何にもいらねえよ。水くらいはもらうかもしれねえけど。そういうことじゃないでしょ、もう、バカ。ああ4時半ね、4時半に来てよ。ああ、めんどくせえな。わかったよ、一度家に帰るよ。ぶ、そうして。それじゃあ待ってるからね。わかったよ、4時半に行くからな。ぶ、えへへ、本当に誘っちゃった。かなたくんが私の家に来るの、中学生になってから初めてだよ。かなたくん、昔はチンチクリンだったのに、この1年くらいで急に背が伸びて、肩とか腕とかがっしりしてきたよね。この前は男の子たちとエッチなお話してたし、かなたくんもきっとエッチに興味あるんだよね。今日、流れによってはエッチするかも。やだ、私なんかでいいのかな。私なんて可愛くないし、おっぱい小さいし、まだ小学生っぽいよ。でも、そういうところが好きって人もいるから、いやいや、男の子ってわかんない。まあ、まずそんな流れにはならないと思うけど、一応準備はしておかないとね。シャワー浴びたし、コンドームも買っておいたし、そこそこ可愛いパンツも履いたし、一番お気に入りのパーカーに着替えたし、ぶ、バッチリだよね。あ、かなたくんだよ、きっと。いらっしゃい、かなたくん、で。やっほー、レコちゃん。ナコタさん、どうして？たまたま会って話をしたら、したいって言うから連れてきたんだよ。ナコも頭いいし、いいよな。ぶ、いいけど。やったー、お邪魔します。ぶ、どうぞ。ナコタナコさん、学年一の美少女。その上性格も良くて、明るく誰にでも優しい。成績も超優秀で、入学以来すべてのテスト全科目で学年一。当然勉強が取り柄の私よりも上位。さらにかなたくんと同じバスケ部で運動もできる。どうしてナコタさんみたいなハイスペック女子を連れてくるのよ。わけわかんないよ。何よ、そのスケスケの服、モデルさんみたいじゃない。本当に中学1年生なの。なんかいい匂いするし、中1なんてガキだし、もっと小便臭いものでしょ。やだよ、せっかくかなたくんと二人きりだと思っていろいろ妄想してたのに。猫、悪いんだけど、この問題教えてくれないか。あ、これはね、こうやって解くんだよ。そっか、ありがとな。えへへ、どういたしまして。わあすごい、レコちゃんの教え方上手だね。そうかな、でへへ。レコ、そしたらこれはどうやればいいんだ。どれどれ、む、やばい、クソ難しい、わからない、もっと予習しておけばよかった。ぶ、ちょっと時間もらっていいかな。考えてみるから、別の問題やってて。ああ、いいよ。ねえねえ、どの問題。あ、これはね、こうやるんだよ。ああ、なるほど、難しいけど流れは分かったわ。ナコ、ありがとな。あはは、感謝したまえ。む、そしたらナコ、こっちも分かるか。ぶん、これ超面白い問題だよ。いいよ、一緒に解いてみようよ。む、おお、なんかパズルみたいに解けたな。でしょでしょ、このパターンの問題私好きなんだ。勉強していて初めて面白いと思ったかもしれないよ。お、先生嬉しいぞ、そんな言葉が聞けて。ナコが楽しそうに教えてくれるからかもな。うん、勉強は楽しいよ。今日はいっぱい勉強しようね。いい加減にして。レコ、
なこたさん、何しに来たの？私より頭いいところを見せびらかしに来たの？で、帰って。おい、レコ、急にどうしたんだよ？うるさいな、かなたくんは黙っててよ。なこたさん、迷惑です。出て行ってください。お願いします。おい、レコ、失礼すぎだろ。ぐす、ごめんね。レコちゃん、私帰るね。おい、なこ、お前もなんで謝ってんだよ。わけわかんねえぞ。しくしく、いいんだよ。かなたくん、連絡もしないで急に来たのは私だし。ごめんね、レコちゃん。じゃあまた学校でね。かなたくんもね。おい、レコ、お前追いかけて行って謝れよ。レイ、かなたくんはなこちゃんの味方なの。味方とかそういう問題じゃねえだろ。お前どうしたんだよ、バカかよ。そうだよ、私なんてバカでブスで、おしゃれな服も持ってないし、暗いしオタクだし。ああ、もういいや、俺はなこを追うからな、じゃあな。ええー、ちょ待ってよ。私を慰めてくれないの、一番傷ついてるのは私なのに。うわぁ、もうやだ、みんなやだ、うわぁ、みんな死んじゃえ。みんな嫌いだ、みんな大嫌いだ。